そして長打コース、イチローは二塁でストップ、ノーアウトランナー二塁。この選手はおそらくメジャーの開幕ロスターに入る選手ではありません。セカンドのダイソー、おっとこの1本打てた、ランナー三塁を回る、ボールはサードに送られました。イチロータイムリー、それこそここは本当に一気にという場面になってしまった石井です。ストレートフォアボール、4連続フォアボール、